こんにちは、ジャズボーカリストの川本睦子です。今はニューヨークのブルックリンのプロスペクトパークにいます。お友達のシンガーの田中千佳ちゃんです。こんにちは。こんにちは。ピュー、遠くまで来ました。今回はなんと初めて動画を見てくれている人からテーマのリクエストがあったんですよ。聞いてませんでした。そうなんですよ。今回のテーマは、BL と BR の違いです。なるほど。英語って子音がすごい重なることがあって、でその子音が重なる中でも L と R の違いがあるという日本人泣かせのね。泣かされます。泣かされますよね。全然 L と R が違うと意味が変わるっていうことが ね多いんですよ。で、L と R の発音はもう別の動画でやってきているんですけども、それを踏まえてちょいろいろ多重子音、二重子音、複合子音あるんですが、今日は、全部やってると大変なので BL と BR だけにします。じゃあね、まずね、B の発音、B の発音ね、からやってみますよ。B の発音はすごく簡単なんですけど、唇を使ってバッ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 、はい、バッね、バッ、こうやって似たようなので P の発音でバッバッ、違いは声があるかないか。B がバッ、声があって、 P がバッ、空気だけ。そう、 BR の発音です。これがバね、で R が口をちょっと出してうわうわうわということで、バうわバうわブラ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 、そうそう、組み合わすとブラになります。はい、難しいですね。声がブラウンとか、ブロックリン、ブロックリン、そう、ブロックリンとか、ブロンクス、ブロンクス、まあ、これ地名ですけど、なんだろう、ビア、ブラダー、ブラダーとか、ブラダー、あとは何ですか、なんだろう、いっぱいある、いっぱいあるよ。はいはい。で次、これね、簡単そうで難しい、B と L の発音です。まあさっきと同じバッバッと、これはラララララ、でバッラバッラ、でブラブラ、はい。でポイントは L の発音が口を引いたまんま、ラっていうところです。ラララ、なんか奥ばっちゃいますね、ラ声がね、ラえ、やってラララ、それでいいよ、ラオッケーで、ラブラブラ、そう。で、ブラックブラック、ブルーブルー、ブ、なんだろう、ブレインん？あ、違いますね。ブレイム。あ、そう、ブレイム。あ、ブレイム。あ、ブレイム。ブレイム。ブレイム。ブレイム it on my you。そうですね。はい。とか、いろいろあります。これがですね、すごくポイントだと思うのが、日本語ってすべての子音に母音がついちゃうので、普通、カタカナ英語にしちゃうと、例えば、これ、ブルー。ブルーの発音をカタカナ英語にするとブルーになっちゃって、ブの部分にウー母音を入れてしまう人がとても多い、ウーになっちゃうね、ブルーになるとですね、L はさっき引く音だと言いましたって、ブラーという音になります。で R がブーウーっていう風に口を出すので、ブラー
っていう音に打ち出すのね。で L は弾いたまま R 出したままで、日本人がやりがちなブルーってやっちゃうと、この間にウが入って R に行くのかなって思わせといて、ルーえなるほどみたいな、え分かりづらいねってなっちゃうの、うん、でブルーとか特にすごい難しく、特にウーっていう音が、うん、日本語のウよりも強いウの音があるので、どうしてもブルーになっちゃうんだけど、うん、ブルー、そうそう、そう後ろのウは強いんだけど、ここにはウを入れない、ね、なるほど、ブルーかっこ悪いね、うん、ブルーはかっこ悪い、うん、でブルームーンとかね、かっこ悪いでしょ、ね、かっこ悪いね、ブルームーンって言いたいとかですね、ブルームーン、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、なるほど、これでいいんだ、そう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 、だから BR は もちろん難しいんだけど、うん、BL の方が私は皆さんに頑張ってもらいたい、なるほど、うん、すごい発見です、これはブラックとかじゃなくてね、うん、ブラック、うん、ブラック、そうすごく Air も弾く音なんで、うん、これはすごくね、ブラックの方がブルーよりは最初はとっつきやすいかな、すぐブラック ブなんてすぐなんだね、ラック、ブラック、ブラック。絶対にブー、この口が前に行かないように注意してください。はい。はい。ということで、多重シーン、今日は BL と BR、ブラッとブラッの違いについて語ってみました。あ、ニューヨークいるうちにね、一本ぐらい撮りたいと思っていて、撮れてよかったです。Yes! Yes! 映ってよかったです。Yes!じゃあ皆さんまたね。あ、ではね。全然その違い何